こんばんは。こんばんにちは。おはこんばんにちは。やや好き。やや好き。よくしちった。<laughs> おかえりなさい。ただいまなさい。なんかい家とかで。 帰ってきてき近所の人に「お帰りなさい」って言われたらなんて返していいかかんないよねいっつも言わ困る金のだるまありがとうそう2度目「やいや今日も可愛いやーありがとう」「金のだるまありがとう」「モニタータイル似合ってる?」「僕の好きな」 ありがとうポニーテーテルかいですかえそう逆学校にさめちゃめちゃてかなんなら3年生になってから初めてじゃないかレベルでポニーテールで学校行ったらあの全校生かと思ったって言われた全 <laughs> 校生かと思ったって言われたんだけどそんな違うまぁ、あ、流れ星ありがとう先ぶり初見じゃないよね <laughs> 流れ星ありがとうかわいいありがとう 初めましてやばいめっちゃバグってってさ誰も出てこないんだけど下にん <laughs> で全然出てこないなんでこんばんはい4人しか見ない金のだるまありがとう大きぶりですねただいま 髪まとめてー似合ううんふ。ふフ昨日何度もあの昨日ねココハ事件ですよココハ事件いやココハがおもろいんだよココハが袖破れ,れてないよ昨日だけ第2部ありますよまあ今日ゲリラだったんでコノハコノハやばいよねいやマジで なんか打ってる時はじゃあ打って打ってから送るまでが言早いから全く5時に気づかず送ってたわ <laughs> あメール届いた流れ星ありがとう <laughs> それな、美丸さんの配信見た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 、ね、あのさ前髪パッツになってたよねてかめっちゃ可愛い可 <laughs> 愛い,いと思ってしかもなんか多分レイ,レイヤーっぽかった髪が。 久しぶりに見たおまるさんもさっき帰っている時におまるさんの香水の匂いがして「えっ三代丸さんいる?」って思ったけど気のせいでしたねおまるさん何の香水なんだろう同じのつけたいな同じのつけたらおまるさんといつも一緒にいる感じにならん <laughs> ここありがとう これかわいかい。ただいまって呼ぶのあれ、こ,こんばん、こんばんは。は <laughs> 顔かわいい。ありがとう。ご機嫌よう、やばい。<laughs> えってなる。金のだるま、ありがとう。ハート、ありがとう。ただいまでいいのかな。ウェイはやばい。<laughs> ただいまい。言えない、言えない。<laughs> いやいや、壺。<laughs> いやーちょっとやばいっすからねちょっとご飯食べてないけどカニカマ食べてる、うん、なくなっちゃうカニカマまあ、<は>やバくない転校生かと思ったって言われてええー、って <laughs> ええだよね流れ星ありがとうメイク良きアイシャドウの入れ方変えたからなんかなえでもそれだけで変わる <laughs> ホンパありがとう。帰ってきたら第1部終わってたん第2部。あ、全然。<laughs> 全然。学校でも人気なの。いや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  <laughs> のいもありがとう。<laughs> 転校生の点はんちゃんの点なのかなま、あ、あながち間違ってない。招き猫にゃん、ありがとう。え、僕の愛今日、ななみさんも配信しててさ、みよまるさんも配信してたんだけど。 マジうれぴー星送った星 <laughs> いや星しか送れないから <laughs> 拭いたよスープちゃんと <laughs> 焦ったよねーえありがとう金づち金づちじゃないかわらふく祝福 <laughs> スマホ変えさせたらマジあ見えないですねあダメですね 全然な,い <laughs> なぜでしょうまあいいや <laughs> えっとコメントどこいっちゃったかなあったあった逆 <laughs> にバグっててユアちゃん貸し切りあそうなんだ <laughs> 今ね自分のエントリーナンバー10番が貸し切りになってるありがとう金の金槌じゃないねこれ何て言うんだこの箱壊れてました豚バナーがなんか封印解かれたみたいなさっきぶりですありがとう招き猫にゃここはちゃんガチおもろいで招き猫にゃ夕空ちゃんのプロフィールば <laughs> いやねあれね いつも元気 <laughs> さっき告白になんか「いやにゃん静かな時ないの?」って言われて「あんまないかも」って言ったら「大丈夫休めてる?」って言われた<笑>,笑ってるのが素なんでね <laughs> 大きい W はね普段から LINE で使ってますね <laughs> もう変換が大きい W ないよ <laughs> 木のだるまありがとう。 メールの誤字予想あ想定の範囲ですか <laughs> ありがとうございます <laughs> 今日の絵分からんえマジパッツン可愛かったうんって点だよねしかも送ってから気づくっていうね昨日こココアさんのショールームのコメント抜きで大魔 <laughs> そうなんですよ昨日ちょっとプチバズりしましたね私何が好きそうだよ美ま丸さん大好き 大好き。えそうあのなんだっけ S.K.I. アソートみたいなあれでミヤマルさんとナナミさんが出てきてもう選べなくてやめましたね。<laughs> 選べません。あチームエコヤン楽しかったですか？<laughs> そうだよね今日やってるよね。金のダルマありがとうこま。マニダルマ好きですか？ヒワ <laughs> ちゃんだけの香水に必要に。<laughs> んとありりがとうちゃんさっきぶりーめっちゃ寒かった帰り道こんばんは挨拶に挨拶でお帰りならただいまえいいのかななんかただいまってタメ口やん <laughs> こんばんはカニ好きだよこの時期に転校生はマジでヤバい誰もありがとうこの前は本当のカニで今日はカニかもそう今日はカニかもニにニャしか見えない

きなだるまありがとう、あ、こ、小槌か、小槌。小槌。ふくありがとう。さっきの配信。見逃した。いや、いいよ、いいよ、全然。ゲリラだったんでね。だるまありがとう。だるまいっぱい。こんばんは。あんぷ、ありがとう。え、そう、アバター誰もいない。よアしかいない。<laughs> こんばんは。あなたばありがとう。可愛い,い塾ありがとう。招き猫にゃん、ありがとう。にじありがとう。 ゆにゃん口から生まれてきたの <laughs> さっきは2時に目が覚めてそのまま起きたのにつらかったえねで寝落ちしてるかもって言ってたよね寝落ちしてませんでしたねレッスンはお疲れ様ありがとうって練だけど先ほどはお疲れお疲れ <laughs> 見てくれてありがとうゆ優ちゃん好き小川ちゃんが天ちゃんのことビジュアル強い強いと褒めまえそれな <laughs> しかもゆ愛のこと最近好きらしい最近宿題ね 提出できました終わりました日本史。うれしいよくありがとう明日日本史授業始まりますねこんばんは生誕公園で菅原さんがプレゼントあるとおかしかなと思ったら主人えねさすがかわいいありがとう えそれなぁやばくない今日の美女まぁ、あ、いつもやばいんですけどまたあ,ありがとう4人で何をえ,え普通に制服の目の練習だよ本当はあは12期みんなで合わせようってしてたんですけどほぼほぼあの学校で来れなかったですねサラが来るって言ってたのに来なかったっすねあの人 <laughs> 来なかったですね またありがた。今日めっちゃ寒い。選べないからあえてどっちも見えでしょ。<laughs> マジやばい。流れ星、ありがとう。そう、宿題ちゃんと出せました。いやいやん好きえ。ショーラムを二画面で見方がわかんないの。どうやってやるの？え、それの顎伸びたから説あるよね。じゃあ顎マジ伸びたんだってなんで？マジマジ伸びたんだけど、やだ。 この角度が多分いいんだと思う <laughs>。ニャニャ好き。ハッカーありがとう。さっきのユニワチャワチャしてるのかわいか多分誰とやってもワチャワチャ配信になるんよ。大勢だと。まあまあ。アバターのプロフィール写真 <laughs>。え、あ、そっか見れないのか。え、でもあれだよ、いいわ。アバターの写真さ。あ、違う、アイコンの写真さ。あのー、あれ。誰かが、 あのショールームのユアのスクショしたやつをあげてたやつをスクショしたやつ今日のビジューいいですかいやちゃんビジュアル面じゃない本当に本当にビジュアル面はココミンですまあダンス面でいきたいです <laughs> 例えばロイヤルマッチようやくえっめっちゃすんなじゃん前なんか68とか言ってなかったサータんも学校が大事だってそういうことでも学校終わってたと思うけど <laughs> いやもう学校終わってから来たから <laughs> ちゃんとお風呂入ってもうお布団なんかえ早っ早っまだいや夜ご飯も食べてないのにみんな集まろうってグループそうそうそうしかもサラが言い出しっぺなのに <laughs> サラいなかった の映った <laughs> え、顎マジ伸びたんだけどどういうことこんなことなかったよちょっとこうやってとこうこうやってさ顎ついてたらなくなるかなホントありがとうだるまありがとうアイライン,インカジ人確かに今日うまくいったかもだるまありがとうこんばんは流れ星10個ありがとうえビジュアルビ,ビジュアルですかいや こんんばは違う違うロイヤルマッチからの課金の勧誘に耐えてますえそれだ <laughs> マジしたくなるよあれはうんさっきはかけれながいなかったから若干カキれな一人でもうるさいからね、うん、劇場から帰宅しましたお,休お,おやすみおすおやすみ四時起きやば四時起きかそうさあ単ンドしっぺだったんだけど服10個ありがとうまぁでもいや今日ね衣装の フィッティングがあったんだよね。ビジュアル面であり、ダンス面であり、歌うま面、すごい、全部あるじゃん、それ。<laughs> じゃあ、本当に歌うまくないユアの声太いのよ。歌う時の声太いんよ。そう、夜ご飯前のカニカマ、ま、ちゃお腹すいたんだよね。明日の配信をしっかり授業受け、本当ありがとう。またありがとう。歌うまくない、本当に。<laughs> サイリウム、ありがとう。いや、お顔小さくないっすよ、本当に。 なんかめちゃめちゃココハが本当に「イワニャン顔ちっちゃいしあの痩せ」って言ってくる <laughs>「痩せ」って何って言ったら「痩せてる」って意味らしい「イワニャン本当に痩せ」とか言って痩せとはしかもココハには言われたくないえじゃあ動物飼いたいのマジ飼いたいの動物ほんとに そしてギャルであり遅刻まであり破壊し <laughs> ありすぎ。<laughs> ありすぎー。こんばんは。ハートありがとう。え、声太いの長所になるのでも、なんか言うカラオケ花なんて言った時に、めっちゃ声量あるねって言われて。そうカラオケの時めっちゃでかいんよ、言う声。<laughs> もう普段からもでかいんだけど。ありがとう、金のだるま。こんばんは。ほら、ありがとう。長所なんかな、声太いの。 なんかアイドルじゃないんだよね歌声がね連続開始41日目ですよ素晴らしいまあまあ心ちゃんは背が高くて痩せてるそうマジスタイルいいよ足が長すぎるで一人だけお披露目の制服のスカートめっちゃ短いよね奥野さん初めて川村さん見た時顔実質さ と思ったえそうだよいや初期はちっちゃいよ今は今はでかいの初期はめちゃめちゃちっちゃかったいわ本当にこれは自分でも言える <laughs> マジちっちゃかったもん初期だけ初期だけです今はもうダメですここはここはさん買います <laughs> こんばんはだるまありがとうえマジ猫飼いたいえちょっとその猫あれ <laughs> え斎藤さん わかんない斉藤飛鳥さんしかわかんない <laughs> 公園での歌のせいわかるわかるカラオケは踊ってないからさでかいだけかもしれんえそういう猫買うならね保護猫から買いあのもらいたいんですけどね 演歌,歌手えでもいやカラオケ行ったらしゃくりが一番大体多いじゃないですかみんなでもいや拳がめっちゃ多くて演歌歌手向いてるもしかしていやほんとにマジ初期の初期初期の初期ほんとに顔落ちっちゃうんだよマジで悲しいこちらは河村さんの3倍くらいいやいやいやなわけなわけなわけ 農家さん顔ちっちゃいよね分かる金のだるまありがとうキョコキョコロヒーて何トーク会出会った時小さくて可愛くててンじゃんでも多分その時のイヤニャよりは太ってると思いますすみませんなかなかじゃ本当に取れないのよね顔のお肉ってマジでついたら終わり本当にどうしよう 星ありがとうや空ちゃんとか島屋でやるバレンタインチョコはムールえあれいや行ったことないのめっちゃ見るけど見るけど買わないですねうん買ってみたら高か島屋のチョコ知っておいしいよね美味しくないわけないもん え、そうなんだよ、そう。条件が厳しいから、箱ここ猫って。ねそこなんだよね。ん、な、なんだこの馬。え、待って、馬になってんだけど。<laughs> しかも、アイコンガンダムだし。にゃにゃ好き。こんばんは。時から今まで、えー、っとね。んー、なんだろうね。<laughs> ハありがとう。流れ星ありがとう。演歌全然知らない。<laughs> 全然知らない。着分に合う まあまあ。昨日のコレハちゃんで、ルームのわらない。コレハちゃんこのハちゃんそうです。私が岩井ちゃんです。まあえ、そうだよね。宮丸さん保護猫ね。え、ど、そう、どうなんだろう。宮丸さんの猫ちゃんたち。ありがとう。小土地 いや今しうんもう100日たってますから <laughs> にゃちゃんが魅力あるのは今も昔も変わらないありがとう <laughs> ありがとうそう成長期なんだよ高校3年生ってほんとにね太った方が俺好みなんすか <laughs> 流れ星ありがとうビブラータなのかな 桜猫保護猫活動してますが天ちゃんみたいな優しい人の家族になってもらいたいもえ本当にねマジ保護猫ちゃん河村さんの投稿から行くとなったらはせないいやいやもいやも <laughs> 誰もありがとう高島屋ねやばいよね人野良猫と捨て猫のなかっえあの本当にいや捨て猫に出会いたいんですよマジで会えないじゃないですか なんかドラえもんの世界ではめちゃめちゃ合ってるじゃないですか捨て猫にいや会えないの一回もマジ会いたい捨て猫マジ会ったらすぐ拾うほんとにそもそもねあんま猫がいないんだよねくるみさん夜の挨拶くるくるばんばっていうのえ振り袖早く来たいマジ来たいえそう着物ね 似合うって言われたことあるよ鬼門の人に髪の毛綺麗ですか <laughs> 最近シャンプー変えたんですけどめっちゃいい匂いですめっちゃいい匂いですパチパチありがとう身長伸びません私止まりましたこのほっぺが可愛いだっていやいやいやこ,うこんなにあるよこんなに可愛い,いありがとうじゃあ本当にね伸びないのよ。川村ラは金魚 <laughs> 金魚とあとウサギを一回預かったことがある。高島屋のチョコのやつ一月十八日えマジで？めっちゃもうすぐじゃん。やちゃんこんばん <laughs> マジやばい本当にこの早いマジおもろ。誰 <laughs> まありがとうあ先生きた。 ステたマジドラえもん世界羨ましいそう野良猫いないんですよね野良猫いない飼い猫ぐらいしかいないですねまあまあへえいいのか悪いのかって感じだけど野良犬は絶対ないよね狂犬病とかあるからね マジでいや本当にチュールを持ち歩きたいんですよ猫のために野良猫のために <laughs> えそうなんだおおはようあにゃんおこんばんはにゃん髪の毛綺麗ですかありがとうございますあてかサラあでもどうなんだろうなんか16時からあの主演18時からだったんですけど で16時にサラは美容院に行くって言ってて美容院行った後で汗をかきたくなかったのかな <laughs> それか美容院が長引いたか小槌ありがとうおまんは遠くからでしょ <laughs> 絶対やばい絶対あのアクリル板あるから無理え迷い猫 えー、そんなの買うしかないじゃん塾 <laughs> 熟塾熟もやばいうん買ってないの買いたいのめちゃめちゃみや <laughs> ちゃん赤色の着物マジで似合うかなでも着たい赤でもな,なんか振り袖って赤なんだろう赤が定番 ゃゃ定番じゃんなんかその定番が嫌ででも赤は着たいみたいな <laughs> え好きですありがとう告白 <laughs> うんぱありがとうあわよくばドラえもんみたい確かにドラえもんいればマジ何でもかないからね <laughs> 自分とこの子はみんな捨て猫でしたが捨て猫に出会ってしまう特殊能力なかなかそらええー、<laughs> マジ分けてほしい本当に合わない本当に合わない 知り合いののの会社がバレンンタインの高島屋に出すするのすごめっちゃすごいじゃんこんばんは近所の野良猫捕まえようとしたらわなにはイタチイタチイタチなんて見たことないもおばあちゃんちでもぐらぐらい見たことあるのありがとう金のだるまチュールは悪魔的に猫そうだから本当にね持ち歩いてたいこんばんは <laughs> そう猫がいっぱい住んでる島マジで行きたいのどこだっけあれマジで行きたいのなんかめっちゃ YouTube とか見るんですけどそこのマジでいいなと思う野良犬だったら山口県にいっぱいいるマジいるの野良犬本当。自分野良 d d <laughs> 全然ね 全然 DD の人を歓迎歓迎っていうか全然いいですよ私は YOUA を教えてくれればって感じだけどハートありがとうだるまありがとう服ありがとうねえねえ教えて YOUA て今日もポニって可愛い可愛い,いよー <laughs> えそうなの猫って赤身の魚がそうなのチュールだと思ってたわ服ありがとう 年望スターありがとう。こんばんは。あの、昨日、笑いの溝、溝渦渦,渦に巻き込んだのは本当にあなたですか <laughs> そうらしいです <laughs>。そうらしいです。え、全然いいよ。う <laughs> さぎね。わかるわかる。え、黒ス墨ついてたのいいなぁ。 でもヤネコうなら絶対アメショがいいんですよ定番使かないのでずっとアンドルそういうこと <laughs> なるほどね「木のだるまありがとう」「モグラすごいよね」<laughs> いや犬も同じくらい好きなんだけどだってもうペットショップとかでワンちゃん見てたらワンちゃん買いたくなるもんえっ香川県え、行きたい。 すいません完全にうん犬うん犬分かるよ犬も犬だったらえー、ポメラニアンか黒の柴犬飼いたい柴犬柴犬札幌で買ってきたマルセイバターサンド家族に食べえっ何それ食べたことないいやさバターサンドとかさあんこバターとか食べたことないの 池田楓さんそうなのいいないやいやいやそんな宮丸さんからそんな <laughs> うんそうだよね病気がねうんまは毎日ショールーム見てるの川河村さんだけえ嬉しいんだけどわ <laughs> かんないその推しの中に毎日やってるのがゆわかもしれないけどまたあ,ありがとう やちゃんが思っている以上に DD だけどもちろん会いたい。ええ、あるし。え、全然、全然いいよ。ユアに、ユアへの気持ちがあれば。<laughs> ええー、かっこいい。じゃあユアもさ、着たいの。黒か白。成人式。<laughs> ええー、かっこいいななやさん。え、13匹そりゃあ、あだな、にゃんですわ。<laughs> そりゃあ、な、にゃんですわ。 宮城県に宮城だよねこれ宮崎って宮城田島田ん田代島猫がたくさん猫人えい行きた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 いめっちゃ行きたいでも遠いな遠く回復まあまあご要望があれば雨フあ落ちてないやろと思ったけどペルシャ猫ポルペペペルシャ猫落ちてたの マジでやばねやばいどん,どん何この犬 <laughs> 絶対猫の友達やんこれ <laughs> え香川県行きたいねえ黒芝居よね分かるバターサンド食べたことないありがとう金のだるまあそっかう江じ島さん毎日やってるかえなのに優愛のこと見てくれてるの <laughs> 今今何時 皆さん今何時ですか可愛い,いありがとう。え、そう、アメア、メ書がいいんですよ。アメ書か。アメ書か。うん、黒猫。<laughs> 黒が大好き <laughs>。のシアンブルーもいいよね。分かる。わかる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 めっちゃわかる。でも白猫もいい。それなぁ、にゃんつくから猫買わなん <laughs> か。買いたい。ありがとう、小槌。 握手会じゃなくてもいい絶対やばい上目 <laughs> きたよかったありがとう時間教えてくれて47分ですね好きなだろもありがとう川村さんの見てるのは入内島さんに秘密秘密だよ達夫 <laughs> <だ>もありがとう <laughs> ない。 うん。うん <laughs>、はあ。うん。うん。マルセインバターサンド。神宮前の名鉄で帰り、え、そうなの。見たことないんだけど。<laughs> 見たことないんですけど。 目が猫にに似てるからニックネームにゃそう <laughs> めっちゃめちゃめちゃみんなから猫っぽいって言われるから猫にしたまあ猫も好きなのもあるんですけど猫の島はいっぱいあるいっぱいあるんだ1個しかないと思ってたあっユが見たの岡山県かなえでも大体四国の方だったユアちゃんのポニティでビシバシたたかい誰が望むんすか うちのじじあげましょうか。いやあげない, <laughs> ない。もらえないもらえない。カイ行いたらバターサンドマストなの。へあくびんちゃんやめて。えあくびの歌ココミン知ってた。ココハと、えっと、みゆちゃんは知らなかった。は <laughs> いありがとう。もばめ撮り始めて間もないですが、返信送って。え全然いいよ。え撮ってくれてありがとうね。嬉しいんだけど。 撮ってくれたん眠い全部に猫ついてるよ可愛い,いありがとう。お疲れ様です自主練でうん間違った俺は毎日猫に会えるから幸せ <laughs> それは私のことですかやべぇ自主練使うと眠いですねいつも疲れてるのに配信してくれてありがといや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 皆さんのためなので <laughs> みで,涙多分 <laughs> でもいいわね。あれ、ちょっとやめとこう <laughs>。やだかわいい。あらかわい,い猫のもあるんだね。そうなんだよね。じゃどっちもめちゃめちゃ好きなんだけど、どちらかといえば猫派なんですよね。<laughs> そのトレーナーニットはナイスくらあ、全然違う、全然違う。全然の、あの、イングっていう服屋さん。全然、全然なんもない <laughs>。 教育テレビの歌好きなのえー、まだまだ中3やん15歳ニャニャのポイントなる首絞められても <laughs> 殺人事件を落ちるでめっちゃった起きるどんな色が好き青青い色が好き懐かしい一番先になくなるよ 青いクレヨンニャ、うん、も好きだったなその歌はトーク会で入内島さんに「感心してるからね」と言われてビビってます <laughs> まあでもそれねあのあれ特定してくれてるってことだから入内島さんが覚えてくれてるってことだからこれ明日は遅刻しそうなえ <laughs> <laughs> それなマジでショールームでユアニャンっていう猫毎日見てますかユアニャン ひょんにゃんにゃんまあまーしゃけんさんキーのダルマありがとうすごい完全に歌歌えますよ <laughs> 歌声可愛い本当。じゃと声太いなって本当に知らないですか歌配信してくれてありがとうどういたしましておじさんだけど言ーテるのみんなの歌マジ <laughs> 見てるですか目に越えてよかったありがとうね二回も 小鳥はえっそれ知らないんだけど <laughs> 金のダルマありがとうやっぱりボーカリストの才能を感じさせる声質だよねほんまえー、嬉しいんだけど初めて言われたよ <laughs> 初めて言われたよでもあの,ボイあのレコーディングの人に歌うまいって言われたよメールありがとうダルマありがとう 虹がかかったよ。えー、なんか歌詞、歌詞、歌詞見覚えある気がするけど全然リズム思い出せない。きのだるまありがとう。こんばんは今日も元気です。<laughs> マジ四十一日も連続配信すると思う。えそれないやもうもうなかった。絶対三日で終わるわと思ったけど意外と続けてれます。だるまありがとう。 そうハスキーって言われてボイトレの人にそうオーディションのためにオーディションの審査のために1か月だけボイトレ通ってたんですよ <laughs> 1か月だけこれはもう劇場いや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 ,いや <laughs> こんばんはね歌はね全然変えれるはずですからココミンと同じことほんと プロに上手いと言われるんだからもいや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  NMB48 のアキラ先生はダンスよりまず歌うえそうなの <laughs> マジわはダンスだと思ってたわ <laughs> 配信はダンス同時だしまして見てくれてありがとうね本当に最近押してくれた人にゃにニャニャの配信は毎日を楽しむえマジで何それ嬉しい毎日ニャン生活 そうカラオケの最低には90点以上だよ <laughs> いやどしょっぱつから94とか出るすごいでしょわかんないでもカラオケカラオケだけが得意かもしれん生歌はうまくないかもリンボスターありがとうリンボスターありがとうねえまたアイコン変わってるよ <laughs> ね柴犬になってるやん黒の <laughs> だるまありがとう努力してます 空気ないしそうですねまあ誕生日にやるつもり今はうんうんニアちゃんは自分が思ってる以上にいや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 自分の歌声好きじゃないもん <laughs> ナイトテンポさんみんな同じ歌い方になるからボイトレやめさせるらしいそうなのそうなのホムライト伸びます確かに めっちゃ真剣に王で挑んんでくれてたんやなな嬉しいなそうなんですよ <laughs> そうなんですよマジでも困ってたけどねそのボイトレの人も <laughs> あと1ヶ月後にオーディションなんですよって言って1ヶ月で変わるかわからないけどやってみますって言ってでワントーン上げれてたった一数数日でそうあの声本当に低くて歌い声が。 で歌ちょキーをあげれてえそうなのいやイコラブさんはね大谷さんエミリさんが好きなんだイコラブまあそうだよね SKE はパフォーマンスって感じ今夜も幸せな時間ありがとうねいや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 見てくれてありがとう見てくれてることが幸せですから私に。 何度か配信終わる前にこうやって良かった <laughs> でもさっきも来てくれたよねオーディションから笑顔だったのはすごく印象に残りますえー、本ほんとまあ笑顔が取り柄なんだよ私は<笑>,笑顔が取り柄アイドルゆうちゃんがいるから日常が楽しいのよ、えー、<laughs> もうみんなの支えになってますか私サイン会二重応募になってて弾かれるかもなでね 二次セ着あったら病乳取りに。えー、ありがとね。マジで。<laughs> え、そうなんだよね。カラオケの祭典はね、甘い、甘いもんね。<laughs> そして背景に、<laughs> 布団でーす。<laughs> お、有言実行のようニなンだから確定 <laughs>。やべえ、言ってもった。ふ <laughs> くありがとう。ヨニヤニヤン誕生日カラオケ配信 <laughs>、あんまり、あんまり期待しないでください。<laughs> ピンクじゃなくて紫えっ紫これ何色これいやわかんないピンクと紫がくすんだ色みたいなまあまあえそう1ヶ月でどうしよう多分焦ってたと思う覚えてるの人もえそう短時間でめっちゃ変わってそうなんですよこれはしかし <laughs> まあまあまあ誕生日ですからそう歌ねうん成長してるのかなオーディションマリーゴールドです マリーーゴルドですなんかマリーゴールド,ーールドメラ雪の花花束え花束えな何だっけ花束がつく題名花束送る君にみたいななんだっけそのやつとあともう一個あったんだけど忘れちゃったあ可愛くてごめんだったの。で一回いわばメラを歌おうと思ったんだけどボイトロイの人に「 あの多分マリーゴールドのがいいって言われてマリーゴールドにしました <laughs> 雪の花もやったでもさすが歌うま花なは花の雪だったあとみゆちゃんみゆちゃんと花なは花の花の雪雪の花雪の花でほぼ12期はみんなマリーゴールドでこっちゃんがあの可愛くてごめんだったまたありがとうるまありがとう カラオケボックス配信の方がいいないわやるなら <laughs> でもさ多分いやそんな歌える曲が少ないからなって感じ今日は2回見られて幸せありがとう今何時っすか今 <laughs> ごめんみんな聞いて<笑>,笑顔が可愛い女の子大好きですか <laughs> よかったみんなの疎開になっててまた来るねありがとうえワイレッドではないの <laughs> 誕生日は12期生みんなに祝って、え、もうい,いや、ココハが0時にライン送ってくれるって言ってたから。まあ、ユアが頼んだんだけど。発 <laughs> 音もありがとう。え、ワインネットなのこれ。ガンナも書, <laughs> 書かされてた。え、57分あ、そう、愛は込めて花束をです。そう,そうそうそう。やばいやばいやばい。ちょっと待って。誕生日見ます。危ない危ない。あと1分。ちょっと待って,待って、ごめ,ごめんごめん。マジごめん。 13位の方が岩のアシュラ像の方で、12位の方が、えっと、オレンジジュースの方で、11位の方が、ランダム T シャツの方で、10位の方が、河村塾のシャツの方で、9位の方が、なんか魚になってんだけど、8位の方が、岩が描いたパンダの方で、7位の方が、岩が描いた、えっと、袋の方で、6位の方が、待って、まだ増えてるーこれ誰みゆちゃんねえ、やばい、どんどん増えてる。5位の方が、えっと、サイリウムの方で、 4位の方が花束持ってるクマちゃんの方で3位の方がイヤが描いた歌舞伎の方で2位の方があそう最近メールを取ってくれた方で1位の方がオームランドさんのアバターの方です。ご <laughs> ごめめんんんみなった